次は大丈夫そうですね。ですね。はい。OK。お願いします。お願いします。大丈夫そうですね。はい、じゃあ行きまーす。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで、あっという間に1週間が経ってしまいました。あっという間に1週間が経ってしまいました。久しぶりの2週撮りですよね。そうですね。なんかどのぐらい、1ヶ月半ぐらい、そのぐらいぶりですか？まあ、本来、まあ、月曜日に当たってるんで、はい、2週撮りってないはずだったんですけど、はい、ちょっと僕の事情で、さっきさごめんなさい、僕の仕様でお願いしますということ。いやいや、私は別に全然構わないんですけど。ありがとうございます。番組の紹介を先にしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね。ということで、早速、ツイキャスの方が来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。カープボーイさん来ております。はい、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばん、ワン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 。秋といえば秋竹城ですかね。はい、嘘。秋といえば芸術の秋かな。10月は、古典音楽と落語を聴きに行く予定だよ。今月は魂さんたちのライブも行く予定があると来ておりますね。おー、いいですね。いいですね。いっぱい予定が入ってますね。充実してますね。いいですね。そんな、まあ、配信の直前にですね、はいはい、リクカイクーさんからも電話が来てますよ。はい、僕は21で家を捨てた。21で家を捨てた。そこですか、そこですかい。建てたんじゃないんです。捨てたんかい。この前歌ってる本人ゲストで来てましたからね。あれあれ、そうなの。めっちゃアフロでした。アフロだったんだ。あの顔が弟そっくりでびっくりしました。あら。先輩だったんですけどね。はい、では一曲いきたいと思います。はい、お願いします。布袋寅泰でバンビーナです。どうぞ。だから先輩じゃないし、先輩じゃないしな、チコさん。やっぱ動いてないですね。動いてないです。カタカタします。カタカタしてる。結構パソコンが熱い、ね。結構熱いですね。ちょっと僕の裏技を持ってきます。電波が悪いでございます。電波が悪いでございます。オフラインになったかな。どんなかな。でもカタカタしてるね。カクカクしてる。今、
裏技を持ってくるそうなので、ツイキャスはちょいちょいちょっとお待ちを。鼻水が、私は鼻水が止まりません。そう、熱暴走気味。ありがとうございます。一応動いてますね。なんとか動いてはいる。もうこれを使うだけで変わると思うんで。うん、何ですか。本当はスマホ用なんですけど。はいはいはい。あ、今大丈夫って来てますね。スマホ用のクーラーを下に。サッチーのロボットダンス。これでパソコンの熱はだいぶ緩和されると思うので。そうですね。またまたこんばんは。めっちゃノリノリ。バンビーナいいですよね。いいですよね。選曲したのは旦那ですけどね。今日は。はい、じゃあ間もなくマイクあげます。お聞きいただいたのは布袋寅泰でバンビーナでした。では早速どうしようかな。ちょっとキャスの方がいっぱい来てますので、キャスの方から先に行こうかなと思いますよ。はい、お願いします。ナッティーナチコさんも来ております。サッチー先輩、イケゴのキャンさん、おつ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 こんばんはと来ております。私先輩なんだけどな、逆に。逆にナチコさんの方が先輩なんですけどね。タミーさんも来ております。秋といえば沖縄では一番存在感がないと思う。確かに、うん、確かにそれは言えておりますね。陸海空さんも、来ております。秋といえば食欲の秋かな。ピスタチオや枝豆や豆系が好き。ハトかと来ております。では早速、いろいろ来ておりますので、今週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。今週のテーマは〇〇の秋です。皆さんいろいろ来てますので、早速 DM が来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。そして〇〇の秋、八代秋、アンジェラ秋、竹城秋秋竹城かというのは冗談で、読者の秋ってあるさね。僕中学3年間で図書室から借りた本は3冊だけです。あら。しかも読書感想文のために借りた本だけど、その本がテレビドラマになった金八先生です。だから、本は実際に読まないで、テレビドラマで見たものを、借りた本の内容で、感想文を書いただけ。めでたしめでたしと来ております。いやいやいや。まあ確かに
あの読書感想文、まあ、ありますからね、いろいろと。メールも来ておりますので紹介したいと思います。はい、お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。〇〇の秋、やっぱり食欲の秋でしょう、かっこ笑。秋は美味しいものはたくさんありますよね、うん、はい、そうですね。ついつい多めに食べてしまう時がありますね。でもせっかく体重が 2ヶ月で10キロ痩せたのにリバウンドが心配ですと来ております。確かに、しょうがないです。しょうがないです。もうこればっかりは止められないんでね。もう気にしないでおきましょう。そうですね。ちょっといつ行く前にちょっと待ってくださいね。はい、あのキャスをちょっと読もうかと思ったんですが、はい、いいかな。まあまあ、ヤンポーさん来ております。またまたこんばんは。こんばんは。マヤの番組にいた。何が？あ、ヤンポーさんがマヤの番組に、ああ、そういうことね。見に行って浮気してたってことじゃないですか。あ、浮気してたっていうことなんですか。こっちも聞いてください。こっちも聞いてくださいね。名古屋のダンサーズさんも来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。運動会、あ、これは先週ですね。運動会の思い出はピラミッドです。一番下だったので手と、肘が痛かったと来ておりますね。うん、もう一つ名古屋のダンサーズさんから来ております。〇〇の秋といえば栗ですかね。こっちでは栗拾いがありますよ。いいですね。岐阜県の中津川市では栗きんとんが有名です。おー、いいですね。なんか栗ご飯とか昔めちゃくちゃ憧れましたね。あーですね。私も結構栗ご飯とか好きですけどね。なかなか沖縄だと食べる機会ないですか、ね、ないですね、本当に。メールの方に戻りたいと思います。お願いいたします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、2週撮りお疲れ様です。お疲れ様です。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、〇〇の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋などたくさんある中、僕は仮想の秋です。あ、朝のマイオアシスでも話した、大地マンの仮装をした僕、去年のハロウィンで仮装する楽しさを覚えた沖縄大好きです。今年はどうしようかな。あ、キャンさん、去年は撮影してくれてありがとうございましたと来ております。いいえ、いいですよ。私、仮装の秋ってか思いつかなかったな。だいたいもう食欲の秋かスポーツの秋かで迷うんですけど。確かに仮装の秋いいですね。いいですね。なんかあのキャンさんはあれですか、〇〇の秋ありますか。僕はやっぱりスポーツの秋ですよ。何、運動の秋。運動の秋、はい、まず定番ですね。私もスポーツの秋なんですけど、最近スポーツしてなくて、今年こそちょっとスポーツをやろうかなっていうのは。ちょっと僕も今年の夏はあんま動けなかったので、はい、今からでもちょっと取り戻しに行きたいなと思ってるので、はいはいはい、少し時間空いたらまたローラブレードしに行きたいなと思ってます。いいですね。タミーさんも来ております。〇〇の秋、高校野球は春季大会で負けると来年の3月頃まで実戦から離れて冬季トレーニングと、1年生は1年生大会があるのでそのお手伝いしてたよと来ております。うん、ほう、野球結構詳しいんですね、タミーさん。私部活やってた時はもう本当にもう部活オンリーだったんで、はい、もう秋だろうが冬だろうが関係なくバスケやってたんで。なので春季なんかあったかな。春季大会は多分あったと思うんですけど、1年生大会とか、はい、あったと思うんですけど、まあまあうちの高校はまあ弱かったので弱かったので、まあ私はもう走り込みに打ち込みましたね。走り込みと筋トレで。あ、まあそうですね、まあ、シーズンですね。シーズンですね、ちょうど、
陸海空さん、毎晩プロレスしてるだろ。わら、違うや、やってないやし。何を言っとるんじゃ。またまた。またまた。そんなことを言って、最近やってないくせに。陸海空さん、意外と、あれなんですよね。前、なんか、スマホに万歩計がついてるじゃないですか、今って。はい、はい。なので、ほとんど毎日ちょっと万歩計見せてもらってるんですけど、うん、1万8000とか行ってたりするんですよ。あ、そうなんですね。だから仕事がもう運動になっているっていう。確かにそれだけ歩いてたら相当、まあ1万歩を超えましょうが目標ですからね。ですね。一般の方の。うんうん。タミーさん、今いろんな小さな大会あるから冬季トレーニングはもっと後かなと来ておりますね。ナッティーナチコさん、秋こそ女磨きの秋よ、春夏秋冬美は磨いているけどね、言うて笑っていや女磨きも確かに必要、うん、うん、私女磨きをしたのって言ったら結構前な気がするけどな僕も磨いていかないといけないですね。どこですか？肌？肌を。肌磨き。はい。そろそろタバコの影響出てくるじゃないかな。ああ、そこ。そこですか。年齢的にも。いや、まだまだ早いでしょ。ちょ、36ですからね。まあ。なんか、沖縄大好きさんが、変な、なんか、笑顔というか、絵文字が来ておりますね。ナッティーナチコさん、はい、ビール飲もう。サッチー先輩、お先にいただきます。いや、だから先輩じゃないってば。私の方が何個か後輩ですよ。チャーいじられーってやつ。チャーいじられーってやつですよ。ナッティーナチコさんの ところの配信に行ったら、いつも、サッチー先輩、サッチー先輩出てくるんで、いや違うでしょっていつも突っ込んでるんですけどね。私がうっそう、私がうっつっていう。多分高校一緒なんで。あ、そうなんですね。そうそうそう、高校一緒なんで、どっかで見てると思うんですよ。おお。どっかで見てるんだけど、多分分かってないっていう感じです。確かにそういうのありますよね。ありますね。クラスが多いとなおさらですよね。でもそんな中、僕は先輩たちにも顔を覚えられて、社会人になっても、ああ、こそこいたよねって言われるっていうのはどれだけ目立ってたんでしょうね。私はまああそこまで目立つタイプではなかったので、高校の時は。小座高校480人ですね。おお、うわ、一学年で400。はい。やば。その中、3学年あると1000人超してますね、はい、そんなに1300人軽く超えるんで、わお。そんな中で目立つ行動してて覚えられるって相当ですね、はい。リクカイクーさん、ナチコの、指の爪は武器だろと来ておりますね。すぐ刺したるようで速攻で来てます、返事が。私も結構爪ネイルしてる人がちょっと羨ましいなと思ってて、はいはい、っていうのも介護職をしてるとどうしても深爪気味になるんですよ。まあ、そうですよね。当たっちゃったら大変ですよね。当たって傷つけたらかわいそうなので、はい、できるだけ深爪って言ってるうちに、ネイルなんてどこ吹くものかという風にいつの間にかなってしまいました。キャンさんめっちゃ爪見てますけど。いや、最近割れたりとかしてたんで、まあ割れてるとこないからチェックしてます。そこですか。ネイルしないといけないから保護しないと、ね、保護。カープボーイさん、すごいな、僕の高校は1年の時は11下ですかね。はい。さあ、のに3年になったら7クラスまで下がったよ。わーお。辞める人
が多すぎる。確かに11クラスあったのに7クラス。相当ですね。うん。やばいやばい。そんな中、小沢は12クラスありましたからね。ああ。今は減ってるらしいですけど、10クラスだったって言ってましたね。あ、そうなんですか。はい、沖縄大好きさん、当たって剥離して出血したらへこむという、確かにそれは言えている。うん、まあ、介護職あるあるですね、それは。僕何回か爪剥がれてますからね。あ、いや、特に足の爪は年に1回ぐらいは親指の爪が剥がれます。あー、痛い。ローラーブレードで爪が当たって、はい、内出血して、あ、いや、治った頃にペロって剥がれるっていう。あー、痛そう。いや、剥がれるのは全然痛くないですよ。はい、打った時は痛いです。あ、打った時ね。はい、ただでも本当に爪を剥いでの痛みじゃないので、全然痛くはないんですよ。はいはいはい。あの、血が結局滲んできて、そこが表面的に外れちゃうみたいな感じ。あー、なるほど。はい、まあ、いろいろ今日はいろいろな秋を皆様からお聞きしましたが、最後怪我の秋でしょ。怪我の秋。運動の秋の後の怪我の秋。まあまあ、それはスポーツしてるとあるあるですから。そうですね、うん、まあ、だからどうやって治すかっていう知識はやっぱり重要ですよ。確かにね。沖縄大好きさん、飽きない話、秋だけに。確かに。うまい、うまい、大好きくん、うまい。座布団1枚座布団、いや、10枚ぐらいあげてもいいか。あ、10枚転んじゃうかもしれない。ああ、逆に高すぎて、高すぎて、おっとっとって、はい、よっしゃーって来てますよ。そろそろあと3分ぐらいですか。はい、それぐらいです。もうちょっと話してから来週のテーマいきましょうかね。そうですね。秋、なんか旦那と話してたら、サンマの秋とか言ってました。サンマ美味しいんですよね。サンマ美味しいんですよ。でもなんか最近高騰してるっていう噂で、はい、なかなか食べれなくなるんじゃないかと。なんか高級牛になってきてるっていう噂が。ああ、昔はね、いっぱい取れたんでね、いっぱい取れたんで安かったんですけどね、はい。ツイキャスの方で武蔵さん来ております。サッチーさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい、こんばんは、しょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。実は武蔵さん、私たち2週撮りの2週目なんですね、今。はい。本当に最後の最後にお顔を出されましたね。びっくりですね。どうしようかな。早速も来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは好きな島くつばです。というのも、9月収録では18日になるので、はい、ちょうど島くつばの日、語呂合わせで。あ、そうなんですね。になるそうなので、調べてみると。なので今回はちょっと好きな島くつばを聞いてみようかなと思っておりますよ。キャスの方で、カープボーイさん、幸せってなんだっけ、なんだっけ。当たってますかね。うまい醤油のある、家なんだ、家、指、生米、キッコーマン、キッコーマンの醤油ってことですかね。なるほど。武蔵さん、今日本日のテーマ秋、月見バーガーといえば、あ、確かに月見バーガーもありましたね。ありましたね。柿や栗ご飯や松茸ご飯、食べたくなる季節ですね。確かに、うん、最近売ってますね、月見バーガー。月見バーガー食べたい。どこのが好きですか。私はやっぱりマック。あ、定番ですね。定番の、なんかモスとかも美味しいって噂ですよね。あー、ですね。まだ食べてみてないんですけど。食べたいな。私も食べたいな。食べたいな。月見バーガー食べたいな。そろそろ食べてもいいかなみたいな、ね。カープボーイさん、月見バーガーを買うという、位置づけ、毎年言うけど、卵の殻が入っていたことがあったなぁと来ております。事件だ、事件。異物混入。異物だ、異物。怖い怖い。まあ、でも
まあ、多分洗浄されてますから、ね、うんうんうん、大丈夫、はい、食べても大丈夫な、はい、範囲内だと。家でのカラオケをつけた方がいいですよ。ああ、そうな、大腸菌、あ、大腸菌ね、はい。武蔵さん、金曜日から月曜日の収録変更したんですねと来ております。そうなんですよ、今月から、先月からか、先月からですね。あが、とうとうでもいいのって、ああ、あの、好きな島くつばなんで何でもいいですよ。お時間でございます。ではまた来週。じゃあねー。あが、とうとうとうギリギリでした、ギリギリでした、お疲れ様でした。あが、とうとうでもいいの、いいよ全然。髪がすごいことになって、ありがとうございます。なちこさんが予告してますね、来週のテーマ。じゃあ次の番組があるので、はい、すみません皆さん、ここで一旦ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様に。